皆さんこんにちは、アクソーサイのコーチです。今日はですね、3月の22日、火曜日になりました。ご覧のように広島は今日雨になっております。昨日は、ちょっと 寒さもありながら外に出ると暖かいと、そうは言うても部屋の中によると非常にいうかちょっとひんやりとするなというような感じの、まあまあ暖かい、お彼岸の秋分の日でありましたが、今日は雨でやっぱり気温はちょっと低いなというような感じがします。今日から仕事が始まって多くの方が、まあ、活動される、コロナの、まん延防止も全国的に解除になったということで、車も多くなってくるんでしょうし、ある意味活気が出ればいいなと思うんですが、こればっかりはなかなか予断を許さないという状況で、あるんではなかろうかなと思ってみたりします。今日の話はですね、私がいつも大体会社で、社員によく話しておる、話をしていきたいと思います。その中で最近、私がした話の中でやっぱり人間素直が一番いいよねという話をやっぱりするんですね。これは葬儀でやっぱりご当家の方が迷うておる言った時に、ただ言っちゃいけんのですが、葬儀者として、誠心誠意一生懸命やりますよいうのをですね、口ばっかりでなくて、やっぱり誠心誠意やるいうのはやっぱり人間が基本素直でないとできんよと、やっぱりどうしても葬儀の打ち合わせいうのはお金の話は当然絡んできます。霊柩車一つにしてもどうしますか、棺桶一つにしてもどうしますか。よくセット料金、うちなんかでもセット料金やるときありますが、やっぱりセット料金では、すまん場合、やっぱりあのセット料金の中には無駄な商品、例えば当家の方がですね、いらないというものが含まれている場合があるんです。そういった時でも、じゃあ必要でなかったものはどうするんか言った時に、やっぱりうちなんかでも必要ないものをお金もらうのはやっぱりよろしくないのということで、やっぱり素直な商売、やっぱり公正にはダメよ。実言うとうちはもう昔から大体そういうふうにしておりました。よく親父、あ、うちの父親がですね、これは含まれとんじゃけど、今回お宅に必要ないんじゃけど、もしあれだったら祭壇をちょっとランク上げましょうか。これは昔の話ですが、それは当家の方に最初言うとりました。そしたら当家の人が方へのやっぱり人が来られるけんのというような感じで、当時の葬儀はどうしても対外的なものが噛んでくる、これは見栄を張るというふうにですね、いう一言で片付けるんじゃのうて、やっぱり対外的なものいうのが葬式だったんですね。それが今は家族だけで行われる、例えばうちなんかでも会館使われてですね、宿泊の料金、これやっぱりうちは別途料金にしとるんです。その場合に宿泊をする場合はこれだけのお金くださいね、宿泊をされに言った場合はこれでいいですよということを言うんですね。その時になんでそう違うんかって聞かれた時に、やっぱり寝具も用意をせんといけん、この料金の中に寝具も一応入っとんですよと、何組入っとんやと聞かれたら、一応3組は入っておりますと。であと当然エアコンとかそういう光熱費かかってきますと。人がおられたらやっぱりそういうものがお金かかりますが、わしは帰るよう言われたらそういうものもお金かからんのです。そしたらやっぱりここで差をつける、差をつけるというか、宿泊をされる場合はこうですよということをですね、やっぱり仕事の中でも素直さを出していこういうのがうちの会社の方針なんですね。これは別に私が自慢して話すことじゃないんですけど、やっぱり多くの方、やっぱり葬儀社の中にはそういうふうにされとるところというのはたくさんあるんじゃなかろうかとは思っております。それとですね、やっぱり私がもう一つ言うのが、自分を着飾らんとってくれと、いいようにお客さんに見られようとか、自分がいい人に見られようでなくて、素の自分を出すよう心がけてと。なんでかというと、同点されとるご当家の方でもやっぱり人を見る目を持ってられる方はたくさんおられるんよと。その時に、いや、どういうかな、やっぱり自分ができることをちゃんと当たり前にやっておった方が、できんことを無理して飾ってやると、やっぱり後々付き合いがついた時に、この人最初は良かったのに、だん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 なんかそうでもないねというふうに思われることというのは、これは日常の付き合いでもあるんじゃなかろうか思うんですね。例えばいろんな方がうちなんかにごめんくださいと来られて、営業なんか来られます。
やっぱり付き合っていく中で決め手というのは、これはあくまでも私の見立てなんですが、この人と付き合っていくべきじゃないかいうふうに思う時ってあるんですね。これが例えば保険の営業であろうが、例えばうちなんかの葬儀のものというか物品にしても、それと電話にしても、そういう営業に来られた時になんとなくその自分の勘いうのがあるんですね。でやっぱり受付にしているのは当然おるわけなんです。実はその人が非常に良かったということがあるかもわからんですが、やっぱり自分の貫いとるこのスタイルというのがあったら、それに近いもの、なんとなく感じるもの、やっぱりそういう人とはやっぱりどうしても付き合いが始まっていくというのが、これ自分のこれまでの生き様というか、生きとる中で自分がやっぱり感じて、たとえそれが結果が良のうても、その人のせいにするとか言うんじゃのうて、あ、自分の見方が悪かったというか詰めが甘かったのとかやっぱ思うわけですね。先だってある人が、足にいました。思わずこの言葉をハッとしたんですが、あるものの説明をこう受け取った時に、何もかも私を信用せんとつかさいよという言葉がポッと出たんですね。あの言葉聞いた時に、あ、これ一瞬思ったんですね。あ、この人は嘘つかんのというふうに思ったんですね。やっぱりそういう、なかなかそういう言葉言って出るようで出んのですね。だから自分に正直に素直に生きとるなということをやっぱり感じたし、やっぱりそういうことは男性であっても女性であっても非常に好感が持てる言葉だと思うんです。やっぱり人間の付き合いのはやっぱり素直で、自分というものをやっぱりきちんと出していくことによって、相手も、あ、この人は葬儀屋さんじゃけども本当に私らのことを思ってくれとるねということは感じてもらえる。私はいつも従業員にそういうふうに話しています。だから、ええ格好するなと、この人によう見られよう思うなということをですね、口酸っぱく言うか、やっぱり自分がそう思うんで、そういうふうに従業員には日々ご当家の方と会いたいした時、この人はいい人だけようしようとか、この人はちょっと気に入らんけほどほどにしよう、そういう考えは絶対排除しようと、必ずしもご当家の人というのは言葉のニュアンスとか伝え方というのはそれぞれが違うかもわからんけど、そういうところで逆に反面教師にしながら、自分が、あ、こういうふうにしたら嬉しいんだろうと、こういうふうにされたら、あ、したらじゃなくてね、されたら嬉しいんだろうということはどんどん伸ばして、されて嫌なことはやっぱりそういう相手に対して自分がしないという、逆に言うとご当家の方も反面教師になってもらえる、そういうこともあるんで、そういうおのおの日々の付き合いの中でいろんな人に出会った時には成長をしていってもらいたいなというふうに、伝えております。皆さんに参考になったかどうか分かりませんけども、私の今のか毎回ですけど、もうここ最近ずっとやっとるのは、ほんま素直な気持ちを取る人のつもりです。これを受け取ってもらえるももらえないも、皆さんのおのおのの判断で、この動画を今後も見ていただけたらなと思っております。以上でございます。